にポケルオールスターズが隠れています。さあどこにいるでしょうか。シンキングタイムは3秒。3、2、1。正解はわーい、見つかっちゃった。はい、ここでした。ということで今回も隠れ物だ。おにはタック制限時間は20分。アイテムの持ち込みあり。絶対見つかんないぞ。縮小全部言われたら絶対に見つけてやるからな。夏になっちゃいましたということですね。今回はここの野菜コーナーを使ってマー君は隠れ切ります。どうですか、どこからどう見ても野菜です。はい、ということで私です。スーパーといえば一番テンションが上がる音、そう、こちらのお肉コーナーに隠れたいと思います。ちなみに今回めちゃめちゃ大掛かりなセットをご用意しております。早速準備していきましょう。はい、空くんです。俺パンめっちゃ好きやね。パンの中に隠れたいなと思って、ここに隠れます。ちょっと狭。どうも、青さんです。どうですね、ここね、スペースがある。てか、まあ僕がね、作ったんですけども、この段ボールを使って上に鉢が張ってて、やばい。こんな感じで隠れたら意外と分かんないんじゃないの。ね、スーパーで隠れ物なんだけど、隠れる、ね、場所決めてるんですよ。隠れる場所っていうよりかはちょっと変わったことをしたいなって思ってて、みんなもはーちゃんがどんな感じで隠れるのか予想してくれると嬉しいな。ヒント、お魚かな。じゃあ楽しみにしててね。こちら本日はスーパーということで、それでは探していきましょう。スタート。お魚とかお肉とかいろいろあるんで、なんかそれに紛れ込んでるというか、その可能性も高いんですよね、きっとね。だから棚が結構あるので、その中に隠れてるとか。ちょっとこれとか怪しくない？ちょっとなんか王さんとか安直さんだから隠れてそうだけど、あ、隠れてないね。なんかね、布目で被せると思うんですよ、やっぱりこういうね、棚とかに隠れてね。と布とかで行くとありそうな気配がするんだよね。なんか変から、あれ、ちょっと待って、なんでこれ、なんかクスクス言ってんな、これ。おいおいおい、今日も涙だ。やると思ってたけどな、そこは。ああね。はい、マーク見っけ。はいはい、ということで安直さん、はい、今日も安直さんでしたね。おかしいな、ナスになったのにな、隠れる気ないもん、これ。この辺はさすがに隠れるとこないよな。どこだろう。あれ、いいから、あっちいいじゃん、あっち。うわ、怖っ。パンの棚の中とかさ、ないな。お肉コーナーとか見てみるか。王さんとか獅子分裂してお肉に紛れ込んでる可能性とかあるけど、まさか鮮魚のコーナーの棚の中に入れとか、そういう。このさ、籠の中とか、どこだ、出てこい、王さん、早く出てこないと、いろいろ喋っちゃうよ。これさ、EV グッズがあるんだけど、安直さん2号の匂いがするんだが。安直さん2号、王さん見っけ。悔しすぎる。3番目を狙ってたんやけど。今回3番目狙ってた。狙ってた。絶対無理。さっきさ、なんか出てこなかった、俺の秘密喋るとか言ってたよ。あ、言ってた。じゃんけんの、マジで。あの、おいおいおい、絶対言うのか。じゃあね、王さん、もう行かなきゃいけないから、じゃあ尻尾だけもらっていくわ。なんで、やめろ、絶対ダメだ、それだけは言ってことで、なんとなく分かった。その箱とか、そういうなんか棚になりきってる可能性があるんだ、さっきの王さんみたいに。この箱の中に隠れてたりしない、あーちゃんとか。これ常温だけど、ここの肉大丈夫なの。めちゃくちゃあったかいんよな、この肉。私も見てこれ、ここタオルってなってるし、なんかちょっと多分だいぶ寒いんだろうね、ここ。ほら、生鮮食品ってさ、温度を下げてさ、頻度を保つからさ、非常に寒いんよ、ここ。ほら、グスグス言ってる。誰だっけ、見つけたぞ。おい、見っけ。え、誰なんだ、全然わからん。え、誰誰これ。いや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 、
お肉が逃げてるぞ、お肉が。待て、お肉見に行け。あ、この声は、うわー、ゴッちゃん、バレた。バレたよ。マジ遠目からだと全然分かんなかったけど、分かんないよね、これ。そう、うまかったね、これね。でもね、近くに来るとやっぱりでけえ体が。いや、もう重力がすごい、あの上、あの網だからさ。なんならもう早く見つけてほしかったまであるわ。じゃあ、あの安直さんたちのところに行ってなさい。いや、やだ、ちょっとこっち見つめてんだよな。やばいやばいやばい。あ、野菜と肉が出会った。あー、逃げちゃった。バーベキューだー。あと5分延長しようじゃん。俺様の独断で5分延長してやったよ。ハーストラ、どこにいるのか見つけ出してやるぜ。もう片っ端から引き出しを開けていきます。高菜、いない、いないよ。ヒントは、近づいたらどんどんピー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 ってこう、最初遠かったらピーピーぐらい。あれ、ピーもなんない、ピーもなんないな。喧嘩する。あれ、何してんだあいつら、マジで。めちゃくちゃシュールやん。肉が一番だろ。やばいだろ。肉だろ。ナスだろ。肉だろ。和牛が危ない。どこだ。ブン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 。あ、待って、なんか、あれ、カメラはあんだよ。え、どこ映してるんだってこれ。え、分からん。あ、あ、あ、パンです。パンなわけないでしょうが。何円って書いてますか。88円、税抜き。もともと108円やったのに安売りされてまんねん。安売りされてまんねん。ひどい、誰か買ってあげて。ごめん、サラ君見に行け。パンになっちゃった。パンになっちゃった。うわー、いくらって書いてますか。88円、安売りされまして終了でーす。ということで、個性豊かなんよ、ここがずっと。何人見つかってないんですか。一人。え、見つかってないの。一人。そう、俺と王さんは分かるけど、ナスと肉誰だ。そう、ナスと肉。あ、誰だ。やると思ったけどな。マーちゃん、マー君だ。マー君だ。誰これ誰これ。誰、誰。あ、やると思ったけどな。こっちは難しい。よくないよね。あ、だったってことは。え、それは想像してなかったけどな。うん。違う。編集さん、口だけ細いかけて。ダメダメ。頑張れば合成できるから。やばいやばい。変えた。新しいネタだ。締めますか。いやいや、あれ、包丁。おお、包丁。そうだった、忘れてた。どこだろうね。どうなんだろうね。ね。帰って、帰っちゃったんじゃん。帰っちゃったか。帰っちゃったか。動画締めよっか。うん。ってことはここら辺にはいない。前、トニーセンサーは。トニーセンサー。うん。あ、ちょっとセンサー。おもろいな、トニーセンサー。ちなみに、たっくんはもう7回くらい目の前を通ってます、はーちゃんが。え、ってことは多分俺こっちめっちゃ行ったからこっちや。あ、トニーセンサー。え、どうされてるんですか、皆さん。え、あ、待って。うわ、すごいかもしれない。うん、あ、すいません。大丈夫、中なんでね。はぁ、はぁ、はぁ、はぁ。あー、そうそうそう、そんなにいいんだった。あーちゃんでした。マジ。いや、俺ね、すれ違ったんよ、この人と。始まる前に、たっくんとばったり会ってしまって、がっつり見合って、終わったって思ったら、たっくんが、ずっと気になっててこの存在が。今日あのなんかね、あの営業じゃない日にお邪魔してるんだけど、なんか従業員一人、たった一人とすれ違って、こんなことあると思って。なんとスーパーの中ではなく、バックヤードのパパーン、ででーん。え、ここ
ここ隠れる場所あるの？大丈夫、今から変身するよ。はい今回はなんと隠れるっていうよりも変装してみました。イエーイ。こっから見える景色はこんな感じ。あの引き戸さんがいるね。おお全然すごいな、うん、いや何度も見て、うん、マジ仕事の邪魔しちゃいけんと思ってて、うん、だからね、そうだ、確かにそうだ、うん、でもさ、後ろ向いたらさ、うん、ちょっとそれ、いや、そうなのよこれ、あれヒントめっちゃあるのよ、ここに実は。確かに、ちなみにこれタックの勝手に借りてますだよね色がさ、いやでも一番っぽいのよ。髪の毛もこのために染めたってこと？そうなのよ、なんかということで、あーちゃんはなんとこちらの作家の従業員になりきってました。はい、でしたー。これはすごい。動画の最中ね、視聴者のみんなもね、ここにいたよとかね、先に気づいていると思うんでね、ぜひコメントで教えてください。それでは今回の動画がすごかったよ、みんなの隠れ、めっちゃすごいなと思ってくれたら、ぜひ高評価、チャンネル登録お願いします。お願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。せーの、バイバーイ。ポケル相性じゃんけん、私たちと勝負だ。ポケモンを選んでね。草は水に強くて、炎は草に強い、水は炎に強いよ。せーの、君に決めた。メッソンだったので猿乗りを選んだ君の勝ち。みんな勝てたかな。